こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で描いています。今日の言葉は開庵火星です。平安無事の胸の中、好天気で航海安全という意味です。では今から開庵火星を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。